こんにちは、ひろかです。本日の動画では J1 リーグ第23節サンフレッチェ広島対浦和レッズの試合の様子をお伝えしていきます。この段階では全くあんな悲劇が起こると予想はしていなかったんですけれども、もうこの動画はね、広島の観光をメインでお伝えをしていきたいと思います。実は私、生まれてこの方まだ一度も広島に行ったことがなくてですね、本当に初めてワクワクしながら向かったんですけれども、1泊2日、しかも2日目はもう朝一の飛行機で出なければならなかったので、もう観光できる時間が実質たったの2時間しかなかったんですね。というわけで急いで空港から駅の方にバスで向かいまして、まずはホテルにね、荷物を預けて観光に出たいと思います。もうこの日もね、本当にめちゃくちゃ暑くて、ほぼほぼ外にいたのでかなり日焼けしましたね。やっぱり広島もどこもかしこも暑いですね。早速なんですけれども、もう暑くて暑くて冷たいものが欲しかったので、こちらのお店に入ってジェラートをいただきました。ミルクとマンゴーの2種類の味になっております。広島なんですけれども、北海道のジェラートということで、ミルクがかなり濃厚ですし、マンゴーが本当にさっぱりしていて美味しかったです。原爆ドームに行く場合は、あの手前の方にある商店街の中にありますので、ぜひぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。そして広島といえば牡蠣、もう本当にね、とにかく生牡蠣が食べたくて、生牡蠣を探して三千里ということで、たまたま見つけたこちらのお店、レモンサワーと牡蠣の専門店で牡蠣の食べ比べができるということで入っていただきました。お店の雰囲気がね、とてもおしゃれで、店員さんが私と多分同世代の女性2人だったんですけれども、とてもね気さくで話しやすくて楽しかったです。そしてレモンサワーもたくさん種類がありまして、まずクビと一杯いただきまして、もう目の前で見てください、こんな感じでね、牡蠣を割っていただけるんです。もうよだれがダダ漏れですよ。めちゃくちゃ美味しそうで仕方がなかったです。左側がで、ね、生まれて数ヶ月の小さい牡蠣に、右側が3年ものの大きめの牡蠣と言っていました。左側の方がね、かなり旨味が凝縮していて美味しかったです。ちなみに広島は生で食べることがあまりないらしく、基本的に焼き牡蠣が多いらしいです。そして待ちに待った観光に向かいますが、本当にすぐ近くに原爆ドームがありましたので、平和記念公園を巡りながら、もうね、教科書とかで見たことがある景色が目の前に広がっていて、こんな感じですごく広い公園なんですね。初めて行きまして、でちょうど8月13日っていうのもありましたので、たくさんの観光客の方がいらっしゃいました。本当はね、資料館の方も行きたかったんですけれども、かなり行列できておりましたので、この日は諦めて、また後日ゆっくり来たいなと思います。そして目の前に広がるのが原爆ドームですね。やはり写真とかで見るよりも本当に間近で感じると、その当時の悲惨さですとかすごく感じまして、どんどん戦争を経験している人が減っていく中で、その戦争の悲惨さっていうのをしっかり学んで後世に伝えていくっていうのも重要なことなんだなっていうのを改めて感じました。というわけで観光の時間があっという間に終わりまして、初めてのエディオン広島スタジアムに向かってまいります。スタジアムへは市内からアストラムラインという電車が通っておりまして、そちらを終点まで乗っていくと最寄りの駅に到着します。エディオン広島スタジアムはもう今年が最後になっていて、今まさに原爆ドームの近くに新しいスタジアムが建設されているんですけれども、来シーズンからはそちらに移るということで、もう新しいスタジアムもね、建設中なんですけれども、ものすごく大きくて、もう本当に来年行くのが楽しみで楽しみで仕方なくなりました。というわけで駅からね、ちょっと坂道を登っていくんですが、実は JR の横川駅、もう広島駅のすぐお隣の駅なんですけれども、そこからシャトルバスも出ていたようなんですが、ちょっとそこを把握しておらずだったので、電車に乗って歩いて向かいました。最寄り駅から歩くとだいたい11分くらいあるので、まあちょっと歩くかなくらいなんですけれども、歩いてる途中でスタジアムが見えてくるので、ワクワク感がね、その辛さを忘れてくれるんじゃないかなと思います。というわけで階段を上りますと、もう目の前に大きなスタジアムが広がっているんですが、階段を上っていくと選手の旗などもたくさんあって、ものすごくワクワクしてきますね。で入って右側の方にあのイベントブースがありまして、この日はまあ夏ということで、夏祭りのイベントなどたくさん行われておりました。で入って左側の方にはたくさんのスタグルゾーンであったりですとか、あとはその他のイベントブースなどもたくさんありまして、早速スタグルの方に向かっていったんですけれども、まあこんな感じでね、たくさんの種類がまとまって
ておりまして、さすが広島、焼き牡蠣がなんと2個で600円ということで、めちゃくちゃ安かったです。もちろんいただきました。そして牛すじが大好きな私はお隣にあった牛すじをいただきました。もうこちらも本当に美味しくて、酒のつまみには最高でしたね。そしてそうこうしているうちに、なんとマスコットが登場してまいりまして、本日はピースマッチということで、長崎からビビ君もやってきております。見てください、このトリオなかなか見ることないじゃないですか。もうめちゃくちゃ可愛くて大興奮しておりました。写真の列に並んでいたら目の前で打ち切られてしまって、もうものすごく悲しかったんですけれども、とにかくその可愛い顔にめちゃくちゃ癒されて、まだまだ時間2時間近くありましたので、いろいろブースを見学することにしました。こんな感じでピースマッチにちなんで平和にまつわる展示がありました。でね、こんな感じでもうせっかくなので、いろいろとちょっと知識を蓄えてからスタジアムの中の方に入っていきます。スタジアムの中の方にもかなりたくさんのスタグルがありまして、こちらでもね、もちろん購入することができます。というわけで早速スタジアムの中に入っていきます。そちらの様子をお伝えできればと思います。応援をお願いいたします。応援に際してはお互いにリスペクトの気持ちを忘れず、マリカのルマーデーです。車当然こう、ま、新しい時代を迎えるような形になりますし、まあ、長崎としてはこの、長崎スタジアムプロジェクトを成功するためにも、まあ、今シーズン、まあ、J2 ですけども必ず J1 に昇格して、そしてまたサンフレッチェ広島さんとミスマッチをしたいという気持ちは強く限りということもあって、まだまだ今年ありますけども、多分これないと思うので、今日が本当に最後かなと思うので、このスタジアムをしっかり、南浩二、レフェリー清水隼人、アシスタントレフェリー以上の審判団です。そして本日ボールパーソンを務めますのは広島桜ヶ丘高等学校サッカー部です。皆様どうぞ大きな拍手をお送りください。続いて本日のビジターチーム、Thank you.
頑張れ。イタリアの方なんだよ。はい、というわけでね、もう本当にやってはいけない負け方をしてしまいまして、もうね、2点目取られた時まだ残り1分ちょっとあったんですけれども、もう涙が本当に出てきて、もうめちゃくちゃ悔しいというかショックというか、広島が補強した相手に見事にやられるというね、もう本当にショックでショックで仕方ない、落ち込みながら帰ったんですけれども、その後ちょうどサポーター仲間さんとご飯に行く約束がありましたので、こちらの広島駅すぐ近くにある、もうなんか裏路地のね、すごいディープなところにふわとろというお好み焼き屋さんがありまして、噂によると柏木選手も結構来ていたらしいとのことで、美味しく美味しくいただきました。悲しみもね、かなりそれで和らぎました。そして翌朝はもう速攻で空港に向かいまして、飛行機に乗ってこのまま一旦東京に行くんですけれども、その後羽田でちょっと休憩をしてから地元の秋田の方に帰っていきました。ここからちょっとだけ秋田のご紹介もできればと思っているんですけれども、こちらがね、秋田空港に着く直前の風景となっております。もう本当にコロナがあったので 2,3 年ぶりくらいの帰省になるんですけれども、やっぱり田舎の風景って落ち着くなっていうのを思いながら帰ってきておりました。で、ちょうど窓際だったのでいろいろ風景を楽しみながら到着したんですけれども、こんな感じでドアがくっつく様子を初めて見ましたね。秋田といえば咲き誇れというお米が本当に美味しくて美味しくて、なのでぜひ皆さん食べてみてほしいなと思います。そして秋田といえば金満ですね。金満28個食べましたっていう CM が有名なんですけれども、とても美味しい秋田銘菓、こちらも秋田に行った際はぜひ食べていただきたいなと思います。そして
家族が迎えに来てくれたので車に乗って実家の方に向かっております。車からの風景もこんな感じで一面に田んぼが広がっておりまして、本当に安心するホッとする風景見ながら帰っております。で、翌日なんですが、秋田県南の方にね、宇後町という町があるんですけれども、そちらの羽縫の里という道の駅に行きました。こちらのお蕎麦が本当に有名で、もう私は日本一美味しいと思っております。蕎麦なのにめちゃくちゃコシがあって本当に美味しいので、こちらも皆さんに食べていただきたい。そしてこちらのかき氷なんですけれども、なんとこのクオリティで650円、もう安くないですか。東京だと絶対1000円超えるような値段なのに、本当に美味しい美味しいものをコスパよく食べられる、本当に秋田県って幸せだなと思いながら帰っておりました。というわけで本日の動画は以上となります。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。